こんにちは、速稼塾の久保です。なんかドラゴン桜のパート2っていうかね、続編が十数年後の今またやってるそうですね。で、すごいですよ、阿部寛さんはほとんど顔変わんないですね。で、水野さんっていう当時高校生だった子が東大に合格して、で、弁護士にもなって、今その主人公のドラゴン桜のね、阿部寛さんの、まあ、助手みたいなことをしてる、まあ、どっちかっていうとこう主人公的な感じですよね。いや、すごいなと思いますね。うん、このドラゴン桜の凄さっていうのは東大が簡単だっていうね、発想の転換から来てるんですけども、いや本当にこれ見るとね、誰でも東大に合格しそうで、本当になんか受験が面白くなった、そんな感じじゃなかったかなと思いますね。うん、まあ、私の受験の時にはこれなかったんで、あ、ちまったと思ったんですけどね。このドラゴン桜を見て高校生活を送ってたら間違いなく東大を受験したと思います。うん、まあ受験したからどうってことはないんですけども、なんかね、東大受けたことがあるようだけでもちょっとしたブランディングになるかもしれませんね。で、リアルドラゴン桜というブランディングで、まあ、名を馳せた例のノアコインの方いらっしゃるんですけども、どうもこれは自分で言ってるだけであって、なんかどうもね、ちょっと違うんじゃないかなと、うん、まあはっきり分かんないんですけども、私もリアルドラゴン桜という振り込みで、まあ、お会いしたりね、お話聞いたりとか動画を見たりとかしてたんで、あ、この人を見てドラゴン桜っていう漫画ができたのかなと思ったんだけど、そうじゃなくて、ドラゴン桜っていう漫画があって、あ、俺もこんな感じで受験したよみたいなとこだったと思うんですよ。しかもあの人って東大別に行ってなかったような気がするんですけどね。何なんでしょうね。いや、もうはっきりと分かんないんですよ。で、私が分かることは、プロダクトローンチで売ってた人は今もうできてないってことなんですよ。プロダクトローンチ依存だったんでしょうね、きっとね。だからそれじゃあね、ビジネスじゃないんですよ。だってプロダクトローンチがないと売れない商品って何なんですかね。あの強烈なセールス方法がないと売れない商品って何なのかなと。いや、商品、これね、与沢翼さんの考え方なんですけども、商品が良ければあのお客さんの方から探してきてね、で買ってくれるよっていうわけなんですよ。だから強烈なブランディングとか私もね、そこまで必要ないのかなと。で、与沢さんはアメブロとかやってたわけですけども、いや、検索して来てくれるよって話だったんですよね。で、今自分で、まあドメイン取ってブログ書いてますけども、与沢翼で検索して来てくれるから広告なんて一切やんないですねとかね。で、当時与沢さんも、自分が思ってたこととスタッフにやらされていたことだいぶ違ってきて、そこに違和感があったみたいな話もしてましたね。いや、私もね、これはね、分かるなと。組織を抱えると、組織のリーダーのはずなのに、組織ってものに自分が駆逐されていくっていうかね、その一部になってしまうと。決定権なんて何もないと。全体のバランスを取ったり、ある人とある人に忖度したりとかね。で、結果、その何ですかね、マトリックスアフィリエイトみたいな案件が来てもやらなしょうがないじゃないですか。で、その会社を離れても未だにね、なんかそれチクチク言われるみたいなね、しつこいやつがいるんですよ。しつこいといえば、このね、億万長者合宿のリレーもしつこいですよね。私はね、そのしつこさを信頼してますよね。簡単には折れねえだろう、やめねえだろうみたいなね。それこそ1日に30本40本送りつけていっても帰ってくるだろうみたいなね。で、意地悪でね、もう100本ぐらい送ったのかなみたいなそんなことがありますけどまあそんなことしてもね、あんまり意味がないんで、あの、思うくままに、自分の感情を思うくままに無理せずにこうやってね送れようと思いますけどね。ドラゴン桜、あの人どうしたんでしょうね。まあ、完全に表舞台に出てこないって言いますけど、もともと表舞台だったんですかね、これは。もともとの裏舞台から、なんかさらに裏舞台みたいなね、裏舞台にも出なくなったみたいなところがあると思いますけども、相当なお金を搾取して去っていったのかなというところでございます。でもね、不思議なことに、ノアコインって未だにね、期待してる人がいるんですよ。すごいですよね。なんか、宇宙人が来たぞって言ってからね、宇宙人が来るのをずっと、なんですかね、パーティーの用意して待ってるみたいな感じですよね。そろそろ、宇宙人がいないとは言いませんけども、そろそろパーティーに用意したお料理も腐ってくる頃かなと思いますんで、リフレッシュしないといけないかなと思いますね。うん、ドラゴン桜ね。今回はドラゴン桜でいきましょうか。ドラゴン桜。うん、阿
阿部寛さんってすごいですね。ドラゴン桜の続編を10年後ぐらいにやってますけども、結婚できない男でもまた続編やってますからね。同じ人があんまり顔変わんないですね。いってらっしゃい。